イメラジオ第四千七百四十八回。今日は令和五年三月十一日土曜日です。時刻は午後三時横浜港北。太陽がとっても眩しい午後となりました。こんないい天気には緑道を走りに行きたいところですが。 今日5時からお仕事ありますね。走りに行けません。さて、夢ラジオです。4748回目。今回は、神谷議員が国会で環境問題を質問。こんなタイトルでお話しましょう。神谷議員が国会で 環境問問題について質参政党の神谷参議院議員が国会の金融財政委員会ですねそこで質問最初はプライマリーバランスについて こんなプライマリーバランスまあ意味ないんですけどあんなのそれを財務省がいつまでも言ってるそれはなぜかとで財務大臣そして財務省の副長の方が答えてましたが やっぱりこのプライマリーバランスっていうのはこれからも目標にしていくとそして日本の財政が厳しいことには変わりがないと、まあ、財務大臣及び財務省はもう賞を上げてこういう見解なんですね日本の財政は今厳しいんだそうです本当は まあ、イメラジオでは何度も話してきましたが日本政府には資産もいっぱいあるし売れるものもいっぱいあるしで発行している国債の半分ぐらいは日銀保有でしかも対外資産もいっぱいあるダントツで世界一だから財政問題のことを懸念する必要はなくて。 どどんどん国債発行して財政出動するっていうのが経済対策真っ当なねはずなんですけどだ多分神谷議員もそれそれが言いたかったと思うんだけど、まあ、財務大臣および財務省の局長さんはもう日本の財政は厳しいとプライマリーバランスはあの達成しなきゃいけないとまあもう財務省に何言ってももう無駄なんですね。 今回の神谷議員の質問でやっぱり振るっていたのは環境問題。で政府が GX 予算で150兆円、まあ、もちろん1年ではありませんよ何年ぐらいかけるんですかね150兆円の予算を組むとそれでカーボンニュートラルな社会を目指すとおっしゃってますが 神谷議員が言ってるわけですね一体この二酸化炭素排出がダメだというのはそしてそれを日本国政府の目標として掲げるのはどういう機関のどういう文書が根拠になってこんなことを決めてるんですかとこれはいい質問なんです。党の神谷さんが一体どういうい 機関のどういう文章を根拠にして日本国政府は GX プランつまりあの緑にしましょうともっ,、えっと言えば二酸化炭素を減らしましょう温暖化ガスを減らしましょうっていうのを目標に掲げたのか国として掲げる以上あのちゃんとしたものがないとダメでしょうとそれを教えてくださいと。これも経済産業省の 局長の方でしたかが IPCC という国連のなんか文書があってこれが1988年もうぶん前ですけどここであの二酸化炭素と温暖化の,この相関関係がとっても高いというふうに言われてからだからそれをあのでそれ以来他にもいろんな学者さんのあるいは 機関の報告書があるから、それに乗っ取って政府は決めてますということなんだったんですね。で、そのまあ政府にそう言われたからって I P C C のその文書なんか調べる気はしないんですけど、この一体 C O 2を減らさなきゃいけないっていうのは根拠何かっていうのは実は考えてみれば。 どこに根拠あっったんだっけと国を挙げてやろうとしてるえそれの根拠はで神谷さんは今回それをついたわけだね。で帰ってきた答えが IPCC1988 年とでそれ以来いくつかの他の文書とかっていうこのどこの機関のどこの文書が元になってるんだというこの質問の仕方は とっても神谷さんいいわけですよねですからもうそれをねそれをもう知ってるんだな賛成ともですねあの勢力とか言う時にはそのあの勢力を一体どういうあの証拠に基づいて言ってるのかっていうのは言わなきゃダメだよね当たり前ですけどだから考え方ものすごく正しいんですよだったらそれを 賛成党として言ってるあの,あの勢力っていうねあのビッグファーマーと言ったりグローバリストと言ったりあるいは金融資本と言ったりもういろんな名前がついてるんですけどそれをどういう文書どういう証拠どういう機関の報告に基づいてそれ言ってるのかっていうのはやっぱり明示してほしいですよねそのこういうあのちゃんとした質問をするんでしたら本当それはそう思いますね。 賛成党の神谷議員が国会で特にこの金融財政委員会であの、まあ、鋭い質問をしているこれ前回「ミメラジオで取り上げましたでやっぱ神谷さんの質問がやっぱり的確であるっていうのはあの官僚の方々もどうも失業とを見てると認めてるらしくてあのいつも質問ありがとうございますみたいなそういう官僚からの言葉もあったりしましたよね。 ですからあの神谷さんが食と健康教育国の守りとかって言ってた割にはなんか国会議員になって急にこの財政または経済こっちをあの中心に質問してらっしゃるのはなんかちょっと変かなと思うんだけども変であれ何であれいい質問はいい質問なのでここは応援したいですね。あとまあ 政党の副党首ということもあってか「松田プラン」というのをこうちらっとこうご紹介なさってその日本国債の一定部分は永久債にした方がいいんじゃないかというそういうことも言ってらっしゃったね神谷さんは。まあ、もちろん財務省がそれそんな話に乗るとは思えないんですけど、まあ、国会に出席投じたとはなるでしょう。 神谷さんの,その国会質問って意外なテーマをなんか意外に聞いているので実は聞いてて面白いなというかこんなん言えるんだったらもっと街頭でもこれやればいいのにとまあこれ言っても受けないのかもしんないね街頭であと選挙の時にもこれやってればよっぽど政策発表になったのになまあ煮詰まってなかったのかもしれない。 あれは街頭で言っても誰も理解してくれないと思ったのかもしれない夢ラジオ今回は神谷議員が国会で環境問題について質問お話しました土曜日です